マクシム・アレクセビッチ・プルカエフは、ソ連の軍人。上級大将。成友村出身。1915年から、ロシア帝国軍に入隊。1916年、準尉学校を卒業し、サラプルの予備狙撃連隊に勤務した。1917年の2月革命後、連隊兵士委員会委員に選出。1918年、赤軍に入隊し、1919年から共産党員。ロシア内戦時、中隊長として、シンビルスク、サマラ、ブグルスラン、オルスクの戦いに参加した。1919年8月から第24、サマラ鉄師団の連隊長。1923年、射撃課程を修了し、連隊長、師団長補佐、師団参謀長、軍管区本部の課長、参謀次長を歴任する。1936年、M.V. フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業し、師団長を務める。1938年から1940年、白ロシア軍管区参謀長。1940年7月から、キエフ特別軍管区参謀長となり、ポーランド侵攻に参加した。独ソ戦時、南西戦線参謀長、第60軍司令官、カリーニン戦線司令官を歴任する。モスクワの戦い、トロペツコ・ホルムスク作戦、セリゲル川の敵防衛線の突破に参加し、ベリーキエルキ作戦を立案、実行した。1943年4月から極東戦線、後に第2極東戦線司令官となる。1945年8月、満州、サハリン及び千島列島の日本軍を撃破した。戦後、極東軍管区司令官。1947年6月から、極東軍参謀長兼第一副総司令官。1952年7月、ソ連軍事省高等軍事教育施設局長。第2期ソ連最高会議大議員。レーニン勲章2個、赤旗勲章4個、1等、スボーロフ勲章、1等、クトゥーゾフ勲章を受章。ありがとうございます。